参ります。次はちょっとやっぱりね、愛に生きる男としては、次ラブソングやりますんで。何を言う野田阪神。ありがとうございます。いやいや言いながらチューニングしてます。闇を歩いていた優しい光を見た。ちなみに神様からいただいたプレゼント、ルーシーちゃんです。